よし、こんにちくまちゃん。こんにちくまちゃんです。ごきげんよう。ごきげんようでございます。今日もメイクをしながら配信をさせてください。今日はさ、夜帰ったらやろうと思ったらさ、配信詰まりそうじゃん。と思ったので、まあ、この時間にします。よいしょー。ハルさん、こんにちは。こんにちはでございます。こんにちはです。しんじさん、こんにちは。こんにちくまちゃんです。こんにちくまちゃんだよ、みんな。よいしょ。しんじさん、700回目の方もありがとうございます。確かにね、そう3人しかいないけど、やっぱり配信いつもよりかぶりそうだと思ったのでね、この時間にします。絶対に出しすぎた。もういいか。月のやからさん、こんにちくまちゃんです。皆さん、お昼時ですか？お昼休み？でもなんか学校とかになるとさ、1時ぐらいがさ、めっちゃお昼のイメージある。なきさん、こんにちは。こんにちくまちゃん。こんにちは、んこさんです。さっきまで寝れた？いっぱい寝れた？今日天気あれだからと思ってさ、天気予報をさ見てからさ出たらさ、アプリの、そしたら14時から雨が降りますみたいな。まあ12時もちょっとだけ傘マークあったけど、雨降らないじゃんって思って、雨雲レーダーもちゃんと見て出たのに、雨に当たってしまった。石田子さん、ありがとうございます。なので雨に濡れ仕方がないでしょね。しんじさん、オープンありがとうございます。ハートもありがとうございます。ぽんちゃん、やっほー。めっちゃ髪の毛につけちゃった。あきさん、今から大阪に帰る。大阪に気をつけて帰ってきてね。もしかしてそのままで、そのまま直行？あ、でもこの時間だったらあれか。よいしょ。めっちゃテカっちゃった。14時は微妙ね。そう、14時から降るって感じだったから大丈夫だろうって思ったら、なんか14時から16時降るみたいな感じらしいっていうのを見たので、大丈夫だろうと思って出たら、しっかりと雨に濡れました。しっかり、でもなんかすごい強いわけじゃなかったから、まだよかった、よかったけど。ティシハート、ありがとうございます。仕事終わりに雨降ってないことを願う。もうね、夕方連れ込んだら降るかな。ゲリラ豪雨とかの時期だし、仕方がないですね。ゲリラ豪雨ってめっちゃ夏を感じる。やっぱさ、夕方降る、なんかちょっとさ、雨で涼しくなる感じもあるし。なんかそうだなってなる。なるのです。やぶー。
台風に当たるのは困る。なんかちょうどね、ちょうど帰り際とかに当たったら一番やだなってなっちゃう。ちょっと夕方の時間だから、そういう時にさ、雨を止むのを待つか待たないかとかね、まあ、宿りするかするしないかでね、かなるよね。クエナイの孫さん、どうもありがとうございました。クラッパーまで結構時間ギリギリだからな。あら、そっかそっか。まあでも18時半オープンだっけ。たまんね。そうなるとギリギリ。その中雨降ったら嫌だね。一番雨降らせないようにしよう。でも雨降らせないようにしようって思ったけどさ、家出てさ、雨降ったってことはちょっと雨女説あって、何も力になれないかもしれない。マルコさん、こんにちは。こんにちはでございます。こんにちはだよ。でも入道雲を見るのは好き。あのなんかさ、めっちゃ雲が真っ白になるじゃん。だからそれを見るのが好きでしょ。前もって振り終わらせといて、あ、それまでにね。確かに。え、それまでに振らせとくわ、じゃん。みんなの来る時間を避けてね。しくまちゃん、おめ女説感じない。私は、なんか小学生とかちっちゃい頃は晴れ女だったの。晴れ女だったんだけど、なんかだんだん晴れ女の力がなくなってきたと思います。しのぶちゃん、おはくまちゃん、おはくまちゃんです。そう、何かなんだろうな。高校生の時は入学式も卒業式も両方雨だった。そう。なんか周りに強力な雨女さんがいたから、その力発揮できなかった。なので全然晴れ女とか、もはや曇りみたいな人間になってる最近は。別に見るイメージ入道雲って、ゲリラ豪雨のなんかさ、雨のさ、もくもくのさ、違う、入道雲があるとさ、下は雨降ってるって言うよね。一人コロナになったので代わりに仕事になってしまいました。ありゃん。今流行ってるもんね。新月ぐらいからさ、結構流行ってるって言うもんね。ありゃ、お仕事になっちゃったのね。仕事頑張ってください。大変だ。
最近さ、あのポーチがさ壊れちゃってさ、応急処置ぽいさん、ぽいさんに入れてる応急処置大きい。なんかメイクポーチとかもさ、これがいいっていうのを使いたいけど、こだわりがさ、じゃあどういうのがいいんだろうってなってさ、結局ね、決まらずです。下田に親戚いて、伊豆半島でよく見てたニュートークも、伊豆半島いいよね。伊豆半島のさ、あそこ好きなの、あの大室山っていうところがね好きなの。なんかね、山でね、なんか山上がってね、あれで山上がリフトで山を上がるんだけど、そうすごいね、あれなんだよ。山上がったら、あ、ウサギさんいないと思ってた、ウサギさん見て、そう、なんか山上がったら、なんていうの、なんかね、出てこない。あ、そうそうそう、なんか山上がったらこのね、道があるんだけど、それがね、柵がなくってね、もうね、すぐね、下にね、坂に、ね、滑り落ちたら転げ落ちちゃうよっていうところみたいな、伝わったかな、感じのところが静岡のあのところにあって、伊豆半島の伊東か、伊豆の伊東っていうところにあって、そう、一回だけね、いたんですけど、曇りで全然富士山とか見えなかったんで、晴れてる日にリベンジしたい。またマルコさん、ハイビスカスありがとうございます。タイヤ八郎さん、いつもありがとうございます。伊東ね、そう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 、伊豆の伊東っていうところ、だってなんか近くにもいろんなところがあって楽しく、熱海とかさ、旅行で、あの関東から行きやすかったので、そうそうそう、熱海旅行のついでになんか行った記憶、家族でなので、おすすめでございます。鳩屋ホテルのイメージ、伊東、あ、初めて聞いた、鳩屋ホテル、鳩屋ホテルは初めて聞きました。なんかでも旅館のイメージしかなかった、あんまり、あの熱海とかそっちの方だと温泉街というか、そんな気がする。一回立てケンオーさん、福建さん、こんにちは、こんにちはでございます。ありがとうございます。こんにちは、くまちゃんだよ。ということでね、本日は
ついについにあゆちの生誕祭ということで、皆様クラッパーさんでお待ちしております。一緒に楽しもうね。まだね、ちょっと準備がいろいろ終わってないので、もうこの後一生懸命頑張りましょう。っていう感じです。なので来てくださる方は皆さんお気をつけて来てください。8月の下旬の日程出てる。8月の下旬は今のところは26しか出てないかも。そうなのです。でも8月の下旬だったら、あの9月の9と15にキャリーパーリー再ライブがあるので、そっちね、あの1ヶ月後ぐらいなんですけど、そこは皆さん開けといてください。この先ね、なのでよろしくお願いします。うんです。この9月の9と9月の15です。またね、でも、続々とライブ情報は出てくると思うので、あれをさ、見つけた人は教えてほしいんです。そう、あの次のミノーの時間を知ってる人は教えていただきたいっていうのと、これからもね、続々と出てくると思うので、皆さんチェックして見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。9月にしようかなと。ぜひともぜひとも、キャリーパーリー皆さんお待ちしております。9月の9と15です。ということで、そろそろランキングを読みたいと思います。13位、相模さん、ありがとうございます。12位、ゆうた、ありがとうございます。11位、どうぞ、ありがとうございます。千代渡丸さん、ありがとうございます。 KYM さん、ありがとうございます。8位月の部屋からさん、ありがとうございます。7位アロさん、ありがとうございます。ごめん、落ちちゃった。7位アロさん、ありがとうございます。6位ブッシーさん、ありがとうございます。5位ポンちゃん、ありがとうございます。4位月さん、ありがとうございます。3位はテッシー、ありがとうございます。2位がシンジさん、ありがとうございます。そして1位がマルコさんです。ということで、皆さんお昼から見てください。ありがとうございました。夜は毎日生誕祭、よろしくお願いします。ではありがとうございました。またねー。